はい、今日もちょっと出だし悪いですね。はい、でも今日は2020年2月20日ですね。相変わらずの暖冬ですね。で、遠くに今日非常に、まあ、普段も結構あったかいね。さらに今日あったかいですね。まあ2月とは思えない気温で、おそらく20度ぐらいいってんのかな。まあそんな感じですね。まあそんな中で今日また野外でラーメン作っていきたいと思います。でですね、今日ラーメン作るんですが、ラーメンよりもちょっとご紹介する動画、まあ新しい道具を買いましたんで、まあそれがちょっとメインになりますかね。まあそんなところで撮影を行っていきたいと思います。まあそれでですね、今日は新しいバーナーを買いましたので、ちょっとねこれを準備していて、で今日初めて使いますんでね、ですね、まあ、キャプテンスタックの M8809 大型五徳ガスバーナーコンロ収納バッグ付きというのを買いました。まあ、なぜ今回これを買ったのかと言いますとですね、まあ、今までラーメンばっかり作ったんで、まあ、普通のシングルバーナーですね。カセットボンベを使ったシングルバーナーでラーメン作ったんですけども、今後ですね、ちょっとフライパンなどを使ったりする動画もちょっと撮ってみたいなと思いましてですね、ちょっと安定感のあるバーナーはないかなと思ってちょっと探してみました。そしたらキャプテンスタックでですね、こういう結構安定感のいいコンロがねありましたんでね、ちょっと今回買ってみました。まあこれからちょっと開封して組み立てていこうかと思います。でまあ仕様はですね、どこだ、ここか、これですね。パワフルコンパクト収納、キャンピング収納用の大鍋も楽に使用できる大型ごとく、高出力3000キロカロリーの強力ガスバーナー、点火操作が簡単、圧電鉄火装置付き、ガス開閉つまみ操作で火力調整可能。まあこれは普通のバーナーと一緒ですね。まあ、ごとくは取り外せますので、ご使用後のご手入れが簡単ということです。あと、コンパクト収納できる折りたたみ式脚付き。まあ、要は折りたためてコンパクトに収納できるという感じですね。まあ、そういった仕様の感じですね。まあ、大まかではありますが、ちょっとこれから開けて組み立てていきたいと思います。のキャプテンスタックのこんな感じのロゴっていうんですか、こういうのが入ってますね。とりあえず本体ですね、本体こんな感じですね。こんな感じで折りたたんでありますね。ぐるっとこんな感じで、まあ、こんな感じですね。で、まあ、組み立てしても、ただ、この足を折り曲げてあるのを出すだけなんですけどね。で、出すときにこれをちょっと、こう、握って、こうやると、ロックが解除されて開くという感じですね。反対側も、こんな感じで。あまり締めすぎると、こう、足がこう外れちゃうんで、まあ、外れてもすぐ入れ直せば治りますけど、まあ、若干緩めてこう、ロックする。こんな感じですね。まあ、本体の組み立てこんな感じですね。まあ、簡単なシンプルな
見立てて非常に楽でですね、大きさも結構ね、足立てると大きく見えますね。で、これでですね、ガスのボンベを取り付けていきます。ボンベ、で今回ボンベですね、まあ一緒にこういう形のキャプテンスタッグの PX250 で、一応ねこれ寒冷地でも一応使えるというバナー買いました。マイナス5度 C まで使用可能ということです。まあ、ちょっとねこういうマイナス5度まで使えるので寒冷地仕様なんで、ちょっと値段も若干普通のボンベよりもお値段がお高めになってますね。まあ、今年暖冬なんであんまり必要ないと思うんですけど、とりあえずこれ持っとけば無難かなと思って買いました。ではちょっとガスボンベをセッティングしていきます。まあただこれねじ込むだけですけどね。でカタログに見るとこれのボンベの大きいサイズのがですね、それが本当はメインでつける感じになってますね。まあこれだと小さいサイズなんでちょっとボンベが宙に浮いた感じになりますけども、まあこんな宙に浮いた感じですね。まあこれでも十分使えるんで頑丈なんでね、問題ないと思います。でこれの倍の大きさのボンベになりますと、ちょうどここかな、下までこう届くようになったんで、それも土台っていうか足の代わりになって、さらに頑丈な感じで使えるようになっていますね。はい。な感じでセッティング完了ですね。で、ちょっと、あれですね、まだ火もつけたことないんで、これ、向きが、どうかな。こっちですね。手前に、このガスの調節がありまして、で、ここが点火ですな。つけます。まあ簡単につきますけどね。ちょっと。今ちょっと見えづらいですね。ベッドボンベのシングルバーナーよりも若干強いかもしれないですね。はい、こんな感じで。じゃあね、これで鍋じゃないな。フラーメン作っていますね。ちょっと、これから準備していきます。はい。今日はね、このラーメンちょっと、作ってみたいと思いますね。これ、マルタイの、熊本ラーメンっていうの、焦がしニンニク入り黒麻油豚骨ラーメンノンフライ、これで2人前ですね。これを作っていきたいと思います。はい、どうしようかな。豚骨ラーメン、野菜が、豚骨ラーメンにこういう野菜入ってるの見たことない。やってみようかな。とりあえずもう準備してきちゃったんで、いつも準備します。そんでいつもね、水 500ml ってちょっと一応説明書に書いてあるけど、ちょっとねこの鍋のまま食べるときはちょっと少なめでいきたいと思いますね。500だとちょっと多いかな、まあ、ちょっと残すくらい、 400ml ぐらいなのかな。
ちょっとね、風の影響を受けやすいね。ロフトで空洞があるらしいんですよ。あとちょっと空洞の準備しておこうと思いますね。あとはいつも通りのラーメン作る感じになりますね。まあこんな感じで水が本当にひたひたぐらいですね。これ煮立ってくればどうにかいけるんじゃないかと思います。はい、じゃああとは煮立つまでちょっと待ちます。けどこの火力が結構強いんで、この取っ手まで結構熱くなりますね。これちょっと注意ですね。うん、ちょっとここまで熱がかなり来ますね。もうちょっとこの麺の方も、麺の開封、スープ2人前入ってるんで、あんまり、あとは調味料、調味料ですね。はい、これが黒麻油ということなんですか。黒麻油、もうこんな感じで煮立ってきましたね。早いですね。火力すごいな。大きい汚れが。はい。じゃあね、ちょっと麺を入れていきます。棒状のラーメン、棒ラーメン。これちょっと麺がお湯に浸からない。徐々にここからだん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 吹きこぼれた。弱火。よしよしよし。オッケーオッケー。これで麺入れて3分間スープ入れていきます。まあ本当はね、なんか火を止めてスープを入れて若干混ぜてくださいということなんですけど、まあその辺はね個人個人のお任せにでいいと思います。まあ、こんなもんかな。はい、でこんなもんで火を止めます。あ、いい感じだな。で今日ね、これでいいかな。これで完成。トッピング一応持ってきたんだけどね、一応こんなチャーシュー、あとメンマ、あ、メンマだけ入れていこうかな。メンマだけ入れます。あと煮卵持ってきましたけど、煮卵とチャーシューは今日はパス。ちょっとね、具沢山になっちゃったんで、このメンマだけ入れていきます。
メンマ入れていきます。まあ、スープも一緒にドバッと入れていきます。また例のごとく、いつも極太メンマですね。これはまた後ほど家でいただくか、野外でいただくか、お母さん。よし。で、あと最後これ調味ですね。調味を入れないとね。結構これなんかこういうのついてるんですけど、結構入れ忘れちゃうんですよね。後になってから気がつくっていうね。前回食べたあの棒ラーメン、豚骨味のが自分は好きだな。これは何だろうな、醤油豚骨なのかな。うん、はい、相変わらずの極太メンマです。骨系のラーメンにこの野菜はあまりいらないかもな。うん、まずくはないけど、これ野菜ない方がいいかも。考えてみれば豚骨ラーメンで野菜がたくさん入ってるってあんまり見たことないよね。まあ、トッピング、メンマ、煮卵、まあ、チャーシュー、まあ、あとは紅生姜かな、豚骨は。野菜を入れてるってのそういえば見たことないな。これかな、味がいまいちっていうか、まあ、美味しいは美味しいんだけどね。うん、まあでも、いいね。はい、麺もね、うん、全部食べ尽くして、あと残すはスープのみとなりました。じゃあいつものごとくスープ全部飲み干します。うん、ごちそうさまでした。完食です。相変わらずスープ全部飲み干してね、塩分たっぷりだって、高血圧まっしぐらと、健康には非常に良くないあの動画ですな。うん、今でもこの美味しさというか誘惑には勝てないということで、どっかでこれをね、運動なのに汗かばして、はい、ということで、
今日はね、まあラーメンというか、あの新しいバーナーのね、キャプテンスタッフの何だっけ、M8809 大型付属ガスバーナーコンロをの紹介っていうんですかね、まあ買いましたよっていう動画ですね。はい、ということで今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。